はい、皆さんこんばんは、こんにちは、こんばんはでいいですかね。はい、ありがとうございます。スライド、はい、皆さんバクバクエスターいかがお過ごしでしょうか。すごいコンテンツ盛り盛りなんですけども、このステージ、2は、無料ステージはこれで最後のコンテンツになるので、最後までお付き合いしていただけると、ありがたいです。はい、今回は、マレーシア政府観光局様のスポンサードに、次の旅先はマレーシアで決まり、ミストラベルと一緒にマレーシアの魅力を徹底解剖ということで、今コロナのタイミングで旅行に行けない中ですが、次にね、旅行先どこ行こうかなって迷ってる人たくさんいると思います。卒業旅行とかもね、行けない人もいると思うんですけれども、あの次にね、旅行する場所ここですっていうもう一押しの場所があるということなので、今回は僕ら3人、ミストラベルの橋本美咲さんと、マレーシア留学1年間経験している平井由紀さんにお越しいただきまして、3人でマレーシアのね、サイトとか本とかだけじゃなく、ニッチなね、かなりニッチなところまで、お話しできればなと思うので、皆さん、チャットの方にどんどん感想だったりとかつぶやいていただきながら楽しんで、帰っていただければなと思います。皆さんよろしくお願いします。音声大丈夫ですかね。チャットの方で音声大丈夫ですよとかくれたらすごいありがたいです。嬉しいです。はい、じゃあ最初に、僕ら3人の、ね、自己紹介をさせていただきます。今回司会進行を務めさせていただきます、旅っぽ、株式会社旅っぽの、石川文太と申します。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして平井くん、お願いします。はい、こんにちは。マレーシアに1年間留学を経験していました平井由紀と申します。1年間楽しみ尽くしたマレーシアの魅力を伝えていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。もう、はい、背景がもうマレーシアの国旗で、もう完璧、気持ちから気持ち入ってますね。いいっすね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。シャインというね、コンテストの、コンテストで優勝しました、ミストラベルの2021の橋本美咲さん、ご紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは、2021年の社員 C ブロックのグランプリをいただきました橋本美咲と申します。あだ名がミシコというので、ぜひ皆さんミシカって呼んでいただけたら嬉しいです。旅大好きなんですけど、マレーシアはまだ行ったことがないので、今日どんなお話が聞けるのかすごく楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね、もう元気もりもり。今日あのスポンサーに結構テンション上がってて事前の打ち合わせでもね、あのめちゃめちゃ楽しみですっていう話をしてたんで、あのチャットでたくさん皆さんコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ちなみに美咲さんはあのマレーシアには行かれたことあるんですか。はい、ないですね。いや、ないんですよマレーシアは。はい、はいはいはい、なるほど。じゃあ今日たくさんあのマレーシアの情報をゲットして、次のなんか旅行先に、はい、ぜひ行ってください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、皆さんチャットをたくさんくれてるんですけれども、何名か僕にだけ見れてる感じになってしまってるので、このパネリスト、このズームのチャットのところを開いていただけると、パネリストからパネリストおよびすべての参加者っていうのにしていただけると、参加者の皆さんも見えると思うので、何名かねパネリストのだけに送ってしまってるんでもったいないので、ぜひあの皆さんに見えるようにしていただければなと思います。パネリスト及び参加者にして、皆さんチャットを打ち込んでください。最初にね、マレーシアのイメージとはということで、マレーシアと聞いて浮かぶものは何ですかという質問です。これちなみにあのチャットの方で皆さんマレーシアと聞いて浮かぶもの、何かいろいろあると思います。あのタワー、でっかい大きなタワーがあったりとか、果物とかあると思うんですけど、皆さん、ちょっとチャットの方にイメージをね、かあの書き込んでいってもらえればなと思います。ちなみにミシコちゃんはマレーシアと聞いて浮かぶものですか。はい、一番最初に。はい、そうですね、私マレーシアはもう東南アジア海ってイメージがすごく強いので、なんか南国っていうイメージがありますね。はいはいはい、やっぱりね、あ、チャットでも来てます、南国ビーチ。あー、本当だですよね、海のイメージすごくある。海綺麗なイメージ僕もあります。確かに確かに、うん、マレー系、インド系、中華系のそれぞれの街、おー、多民族、うん、なるほど、うんうんうん、結構行ったこ
ことある人多いのかな、はい、皆さん。すごいね、チャットがめちゃめちゃ来てくれて、ありがたい。ね、本当ですね。ジャングルとかもある。はい、確かに。いいですね。はい。じゃあちょっと今日はね、このイメージ、通りのものも紹介できればと思うんですけど、イメージの中にないニッチな場所だったりも、今日は紹介できればと思うので、もりもりのコンテンツなんですけれども、お付き合いください。まず最初にマレーシア政府観光局さんの動画の方をご覧いただいて、そこからトークの方に入っていきたいと思います。じゃあ動画流します。お前パネリストなんやけど。これいいですね。マレーシアの動画、すごい陽気な音楽とともにいろんな風景が映ってましたけど、どうですか、みしこちゃん。いや、もうめちゃめちゃ気になるポイントたくさんあって、もう今もうすでに行きたいです、マレーシアに。わかります、わかります。僕もこれ最初に送られてきた時に見てたんですけど、もう多分30回ぐらい見ましたね。もう盛り上がってめっちゃ見てる。はい、たくさんね、いろんなシーンが出てきましたが、マレーシアのちょっと概要の話をさせていただきます。マレーシア首都はクアラルンプールで、聞いたこともある人たくさんいるかもしれないんですけれども、東南アジアに、面しております。で、東南アジアなので、やっぱりイメージ通り、さっきね、たくさんチャットでくれたと思うんですけど、暑いです。常夏の、国になっております。で、東京からは直行便で、実は7時間から8時間ほどで、行ける。大体どこだろうな、ハワイとかもう7時間ぐらいで行けるのか、うん、なので、イメージしてるよりも近かったりとかしています。あとはさっきね、チャットでもたくさん書いてくれたりとか、動画でもいろいろ見れたと思うんですけども、さまざまなね、文化が混じり合う国としても有名な国になっております。クアラルンプールだったりとか、シンガポールだったりとか、コタキナバルだったりとか、まあ、聞いたことあるかなって人もいると思うんですけれども、今回はそんな、マレーシアのね、魅力について、ニッチなスポットもいろいろ紹介してくければなと思っておりますんで、今回はね、マレーシアに留学していた平井祐希くんに、いろいろなスポットを紹介してもらおうと思うので、みしこちゃん。はい。いや、大丈夫ですか？大丈夫です。バッチリです。任せてください。わかりました。じゃあ、マレーシアの魅力、説明お願いします。はい。じゃあ、ここからは僕がお話しさせていただきます。
マレーシア、今日僕お話しすることは5つの僕が旅したスポットに加えて、ちょっと僕のマラッカを行っていましたっていうところをお話ししたいなと思ってます。はい、いいですね。はい、じゃあちょっとだけ僕が留学してたところのお話もさせていただきますね。僕マレーシア留学中にマラッカという町に1年間住んでいました。はいはい、マラッカね、うん、マラッカ、うん、多分聞いたことある人も多いのかなと思うんですけど、クアラルンプールからは、2時間ぐらいでのアクセスも良くて、とても文化が多様でご飯が美味しい街に僕は住んでいただきました。はい、この写真のところとかにも僕車で10分くらいのアクセスで通うことができて、家賃も1月1万円くらいのところに住んでいます。安いですそう、いろんな文化を体験させていただいて、すごい綺麗な建物ですね。教会ですかこれ。本当に教会になっていて、こちらもすごい世界遺産とかこの辺にあるので有名なので、ぜひ行っていただきたいなと思っています。ちなみにこれが僕留学しててテニスサークルで行っていた時の多分奥の金髪のやつが僕です。すごい、ミシコちゃんパッと見で全然分かってないんですけど。ど真ん中の方ですかね。そうですね、ど真ん中でちょっとふっくらしてる金髪の。ああ、分かります。あ、分かりました、分かりました。すごい、今と全然印象が違くて、30秒ぐらい固まっちゃいました。ありがとうございます。なるほど、留学してたんですね。え、結構そのマラッカに留学してる時っていろんなところを回ったりする時間とかってあったんですか？はい、それともマラッカにずっといたのか？うん、僕は金土日で学校がお休みで、それに加えてテストの期間も、テスト終わった後に3週間から4週間お休みをいただいていたので、まあ飛ぶようにというか、もう大体行き尽くしたっていう感じで、それをね、今からお話できたらなと思います。いきます。はい、お願いします。はい、一つ目に僕が紹介させていただく場所はコタキナバルっていう場所になりますね。コタキナバル、はい、この地図で右側見ていただくと赤い線引いてあると思うんですけど、こちらがコタキナバルになっていて、クアラルンプールから飛行機でだいたい2時間ぐらいのアクセスになってます。ひこちゃんとか聞いたことありますか、コタキナバル。コタキナバル、私は聞いたことないですね。うん、あ、でもチャットの方では行ったこともあるって人もいて、すごい嬉しいなと思ってます。コタキナバルはどんなところなんですか？コタキナバルは、海が近くて自然が豊かなところです。うん、で、イッテ Q の番組があるじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、あちらで井本さんがコタキナバルにあるキナバル山っていうところに登頂にチャレンジしたっていうのでも、実はちょっと有名だったりする場所になってます。なるほど、ですね。はい、写真があるんですね。写真があります。ちょっと次いきますね。はいはい、こんな感じです。わー、綺麗。めちゃめちゃ綺麗、ね。こちらも近くの島のアイランドホッピングとかで訪れることができる場所なんですけど、本当にこれを見た通りなんですけど、本当に街があって自然豊かな自然に囲まれていて、海とか森とかっていうのをすぐ近くで感じることができる、本当におすすめな場所になっています。なるほど、いいですね。実際にこれも僕がアイランドホッピングとかで行かせていただいた場所で、マヌカン島っていう島があって、近くの船着き場からすぐ行ける場所があったり、とてもアクティビティとかも有名になっていて、例えばマングローブの中をカヤックで進んでいくツアーがあったり。へえ、そんなのできるんだ。はい、で夜になるとホタルとかも見ることができます。いいですね。はい、じゃあ次一回行きますね。はい、いいですね、このスピード感で行きましょう、パカパカ。はい、でこんな感じになってるんですけど、コタキナバルはもうマレーシア僕が行った中でもめちゃくちゃ屋台に活気があるので、うん、果物とかお肉とか美味しいものをいっぱい食べることができて、ドリアンとかも食べることができるので、ぜひちょっとドリアン挑戦していただきたいなと思っています。はい、で僕が実際に飲んだのが左のマンゴージュースなんですけど、はい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 、めちゃくちゃ美味しくて、マンゴージュースそうだな、すごい200円とか300円ぐらいでこのスタバのグランデみたいな量を飲めるんですけど、うわ、めちゃ
めっちゃ美味しいです。すごい、深い。暑いし、暑い中だから。そうです。うん、で、右が海鮮になってて、こちらもその取れたての海の幸っていうのを味わえるのも小滝名原の魅力なのかなと思ってます。はい。まあ、こんな感じなんですけど、どうですかね、小滝名原は、みしこちゃんとか。いやもう海鮮がすごいいろんな種類があって、もうめっちゃあれですね、本当食ですね、めっちゃ食の町なんやなってすごい感じました。食べたい。食べたい。はい、こんな感じでどんどん紹介していくので、次のスポットに行きますね。お、次はどこだ？はい、次、キャメロンハイランドっていう場所になります。キャメロンハイランド、はい、クアラルンプールからだとバスでだいたい5時間ぐらいのアクセスになってくるんですけど、うん、結構山の上にある方なので乗り物酔いとかあとバスの時刻表をちゃんと調べるみたいなところは注意してほしいんですけど、行く価値はめちゃくちゃあるので、うん、ぜひ、はい、来ますね、ね、なってます。うわ、綺麗ですね、すごい。そうですね、奥がカフェになっていて、ここがボーティーセンターっていう、うんうん、マレーシアで有名なボーティーっていうブランドの紅茶とかお茶を栽培している畑とカフェになっていて、中からその出来たての紅茶とスコーンが、じゃないみたいですね、ここ。本当にもう、良さそうですね、こういうもの。すごいいい場所なので、次も行きますね。はい。はい、でも、キャメロンハイランドの魅力は、マジで、高地にあるからめちゃくちゃ涼しいんですよ。なるほど。マレーシアの軽井沢。マレーシアの軽井沢。避暑地だ。これですね、これ。確かに、マレーシアってもう、常夏のイメージがやっぱりあるから、どこもかしこも暑いイメージですけど、うんうんうん。なるほど。こういう涼しいところもある。はい、で有名なのがイチゴとかハチミツとかも、マレー東南アジアだけど食べ、美味しく食べることができるっていうので有名なので、ぜひ行っていただけたらなと思ってます。こんな感じでタクシーのうんちゃんで連れてってもらって写真も撮ってもらいました。貫禄がやっぱあります。ありがとうございます。めちゃめちゃ広い。そうですね。はい、じゃあまた次のスポットを紹介させていただきます。はい、次は結構ね、もりもりなんで場所が。そうですね、どんどん行きましょう。どんどん行きますね。イポーっていう場所になるんですけど、はい、これはもう食を語るなら絶対にここっていうところ。イポーっていうところ。アクセスで言うとクアラルンプールから電車で2時間、特急で2時間、で普通の電車で2時間半くらいなんですけど、あの食の都です、本当にここは。はい、食、こんな感じに一方は食へのあの食への反応がミスったの。いやもう本当に食べるの大好きなので、ちょっとすごいここはもう要チェックですね。心のね、そこから出た言葉だったね。漏れちゃった。で一方行ったら絶対に食べてほしいのが2つあります。んで1つは茹でたチキンと茹でたもやしをマジで食べてほしいんですよ。茹でたチキンと茹でたもやし。なんかそう、みんなそういう反応するんですけど、僕はもうなんだろう、あのマレーシアで美味しいもの何ですかって言われたら絶対もうこれで、本当に本当に甘じょっぱい、なんだろうな、絶対日本人なら大好きなあの醤油系の味がついたソースとかなんですけど。あ、醤油系なんだ。はい、僕も3人前ぐらい普通に食べてましたね、毎日。結構、そんな美味しいんですね。はい。なんかあっさり食べれる感じなんですか？辛い感じじゃなくて。うん、辛さとかは全然こちらの料理はなくて、めちゃくちゃあっさり、誰でも食べれるよっていう感じになってますね。はい、で、次なんですけど、これちょっとお酒とお酒のあてみたいなところで、左側が、キンキンに凍ったグラスにビールを注いくと泡が凍るんですよ。へー、すごい、これビールなんですね。そうなんですよ。漢字で雪に花に酒って書いて、ちょっと読み方せっかしだったかちょっと忘れちゃったんですけど、あのスノーに花に酒で、なんか泡が咲く花みたい、雪の花みたいになるみたいな。
で、茹でたタコと一緒に召し上がったら天国ですっていう。うわすごい。あ、凍るんですね、これ。すごい。ココナッツの中で、このキンキンに冷えたビールと熱々のタコをね。うわぁ絶対美味しい。最高なので。はい。いい感じ。すごいな。次が、じゃあまた行かせていただきますね。はい。はい、ペナン島です。ペナン島、これは聞いたことあります、はい、僕も。うん、私も聞いたことあります。ペナン島は、もう、うん、まあ基本的にもうめちゃくちゃ有名なところなんですけど、はい、都市からのアクセスでいうと、大体、6時間とか5時間バスで行くみたいな感じになっていて、うん、僕のおすすめは夜行バスでクアラルンプールから行くと、うん、寝て起きたらペナン島に着いてるみたいな感じになっているので。起きた瞬間も目の前海で、そうすぐに入るかみたいな、マジでもう最高な場所の一つになっているので、はい、写真いきますね、はい、でこれがペナン島の夕日になります。うわめっちゃ綺麗、すごい、いやもうマジで綺麗で、もう感動してこれを撮ったんですけど、いい写真、ありがとうございます。これアクティビティとかもペナン島は有名で、このパラグライダーが映ってると思うんですけど、パラグライダーに飛んでますね、挑戦することができたり、あとはこれ僕が座ってた時には乗馬体験をこのビーチでできるんですよ。ビーチで乗馬体験、そう、砂浜の上をこの夕日を見ながら、そうですね、マグフェリンギビーチになります。その名前があるんですね。マグフェリンギ、すごい、めっちゃあのウェビナーを見てくれてる人でめちゃめちゃ詳しい人がいますねいますね、数人毎回言ってくださってる人もいて、めっちゃもう感動してます。すごい、はい、僕ら分かんないからうんうんってならない確かになるほど、はい、でさらにペナン島はもう魅力がいっぱいで、こんな感じにウォールアートがあるんですよね、はい、でそのウォールアートみたいなのを、歩く範囲で行けるんですけど、世界遺産のジョージタウンっていう街を歩くとこういうものが全部見れるんですよね。でそのいくつかのウォールアートはなんか自分が座ったりしてあの写真撮れることができるので、インスタグラム好きっていう方とかもめちゃくちゃおすすめです。はい、いいですね、本当映えそう、もうペナントに、ね、うん、映えとか大事ですもんね。いや大事ですね、もうインスタグラムに即載せたいですからねストーリーとかね、あげちゃいますね、めっちゃ映えそうです、素敵、行ってみたい。みしこちゃんもぜひ行ってみたい。これは女子もう絶対行ったら楽しそうな場所です、ね、そう、あ、また食べ物、あら、はい、もう食べ物は全部入れたらちょっと安心してください。嬉しい、はい、で僕がおすすめしたい2つなんですけど、特に右のやつをアッサムラクサって言うんですけど、アッサムラクサ、はい、CNN っていう、まあ、世界規模の、なんだろうな、新聞かな、グルメ系のランキングがあって、50位、世界50位の中でこのアッサムラクサがなんと7位に選ばれたっていう、すごい、めっちゃ上位、そんな美味しいんだ、めちゃくちゃ美味しくて有名で、知らなかったです。ペナン島はもう本当に全てが揃ってるって言っても過言でもなくて、もう永遠と楽しめるっていうのも、うわ、いいですね、ビーチ入ってアクティビティして、そうで、これアッサムラクサ食べて、うわ、夕焼けを見て、うわ、完璧です、最高、完璧すぎる、それはツアーがもう組めちゃうぐらいの、本当に、うん、はい、じゃあまた次の場所行きますね、はい、これちょっと知ってる人いたらすごいなと思っちゃうんですけど、うん、クアラタハンタマンネガラ国立公園っていう、全然わかんないです、国立公園、そうなんですよ、国が認めている大自然が
終わってる、ね、そう世界最古のジャングルって呼ばれているようなところで、世界最古、そうなんだ。本当にもう僕が友達と行った時はなんかあんまり時刻表とか調べないで行ったらなんか1日ぐらいかかってなんかたどり着く、1日おすごい、そんな行きにくい場所ですごいところに行ってきました。アクセスだとクアラルンプールから車で6時間ぐらいで一応行けるとはなっているので、もし気になる方がいたら、はい、写真行きますね。はい、お願いします。こんな感じになってます。うわ、めっちゃマレーシアって感じする。これね、ユシコ君的にはこれがマレーシア感があるんですね。なんかイメージありますね、マレーシア、いい緑って感じが。はいはいはい、すごい。これは本当になんか、ね、ジャングルの中カヌーで登ってったり、子供を、うわ、この僕の太った体の何百倍もある幹があるみたいな。でも本当に大きい。そう、めちゃくちゃ感動したのを覚えてます。でさらになんか先住民の方、はい、オランアスリーって確か呼ばれていたのかなと思うんですけど、うん、の方のお家を見学するツアーもあって、実際に寮で使っている吹き矢みたいなのを挑戦することができたり、うんうんうん、なんか実際の暮らしみたいなお話を聞けたっていうのもすごい、なんか、うん、なんだろう、こんな世界があるんだっていう発見がとても良かったです。で最後に僕が大好きな、ね、食っていう観点からちょっとお話していこうかなと思っていて、はい、いきますよ。もうこれメステロの回みたいになってるってなってる、本当に。本当に、はい、中華系のグルメからは本当にワンタンミーっていう左下にあるご飯だったり、上がパクテっていう薬膳と一緒にお肉を煮たみたいな感じが。で次がインド系のご飯なんですけど、特に右側が僕のすごいおすすめで、バナナリーフっていうバナナの葉っぱの上にご飯とかカレーとかを乗せて混ぜて食べるみたいな。そうなんだ、そんな食べ方があるんだ。そうか、中華系とインド系とかいろいろあるんですね。そうそう、そう、もう一つマレーシア人系の方たちがご飯があって、うんうんうん、でその3つの料理があるから、もうパクチーダメですとか辛いものダメですとかっていうのも全然大丈夫で、あー、それ助かる。タイとかだとやっぱり辛いのダメとかからいけないとか、パクチーダメだからいけないって人をよく見るんですけど、マレーシアはもうその点でも全然大丈夫だし、そのさらに3つが混ざった食文化みたいなのも楽しめるのが魅力かなと思ってます。はい、どうですかね、ミシコちゃん。どうかな。いや、もう私も食べるの本当大好きなのでなんかこんないろんな種類がある中で選べるのとか、私パクチーが食べれないんですけど、うん、なんかマレーシアも結構入ってるのかなって思ってたんですけど、全然そんなことはなく、はいはい、いろんなの食べれそうなので、いや、もう最高ですね。よかったです。このね、今5時18分ですけれども一番お腹すくタイミングがこの虫、はい、間違いないです、ね、いや、なるほど、ニッチなスポットすごい教えてくれてありがとうございます。はい、こんな感じで、じゃあ僕からは一旦あれにして文ちゃんに渡そうかなと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごい、めちゃめちゃ楽しかった。なんか、うん、ツアーをしてる感覚というか、なんかバーチャルでツアーをしてる感覚になりました、写真とともにね。うんうんうん、確かに。いやー、すごい、ありがとうございます。じゃあちょっとスライド行っていただいて、ちょっと今日のまとめの方に入らせていただきます。その前に、ちょっとチャットの方で皆さん感想をたくさん欲しいんですけれども。ああ、いいですね。確かにタイの料理の辛さもパクチーも気にしなくていいのが嬉しい。そう、多文化国家だからね。多文化の、その一番最初でも言ったと思うんですけど、多文化の国なので、かなりその、いろいろな文化が混じってて、食だったりとか、観光地もそうだと思うんですけど、そういうところが魅力ですよね。うん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 。じゃちょっと先にね、まとめの前に、ちょっとトークで初めて知ったマレーシア、あ、今の次の、はい。僕で初めて知ったマレーシアとマレーシアでやりたいこと
ちょっとチャットの方に書き込んでみてください。何名かね、マレーシアに絶対住んでたっていう人が。プロがいる。かわいい。なんかかわいいわ。確かに。かわいい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 。同じ。カメラとか入ってるかな。この人誰かのおじさんの人。ヨンリクさんかな。え、これ何、これじゃない、今日さんも。いや、それそれそれか。見てちゃんだもん。マレーシア行きたくなってきた。あの、誰か、天の声がすごい。天の声気づいて。入っちゃってる。声聞こえてるよ。天の声さん。天の声さん。気づいて。上の人。上の人って言った今。上の人。あ、消えた消えた消えた。すいません、天の声が入っちゃってるみたいで、皆さんちょっと失礼しましたね。ここだけかなと思ったんですけれども、皆さんの声が入っちゃったら申し訳ありません。あ、マレーシアの中継じゃない。あ、中継。あ、中継、そうですね。きっとそうだ、そうだ。はい、ということで、ちょっとチャットの方を読み上げていこうかな。急に中継始まったらびっくりします、僕らは。思いが通じたね。通じましたね、本当ですね。僕はあのチャットで拾ってるのが、うん、音声として出てきちゃう機能ができたのかと思って。もう読み上げる感じ。読み上げる必要がなくなったのかと思いました。パラグライダーに乗りたいですとか、マレーシアの素敵なことがあるとか、ナシゴレン食べたい。うん、ああ、確かに、マレーシアといえば。はい、ナシゴレンね、確かにナシゴレンとかも有名ですもんね。うんうんうん、食べてみたい。確かに皆さんマレーシアのね感想をぜひ書いてみてください。ここ行ってみたいですとか、さっきのね紹介してくれた中でもいろいろあったと思うので、うんうんうん、ぜひ書いてください。はい、じゃあ今日のちょっとまとめの方に入らせていただきます。はい、国立公園ね行きたい。いいっすね、あんな大自然見れるところないですからね、すごいですよ。はい、今日のまとめということで4つ魅力をね書かせていただきました。あの7時間から8時間で行けるって言ったんですけども、成田空港からクアラルンプールまで約7時間で行けるそうです。まあ、東南アジアでねところの中でもかなり行きやすいところになってるんじゃないかなと思うので、ぜひ、はい、あとは南国の自然を満喫できるところ、さっきのね写真もあったと思うんですけど、ペナン島ですか、ペナン島のねビーチの夕焼けすごい綺麗でしたね。キャメロンハイランドは、うん、マレーシアの軽井沢ということで。軽井沢。ね、マレーシア の, ひあの軽井沢ってめちゃめちゃパワーワードですけど。パワーワード分かりやすい、めっちゃ。そうです、まあ、分かりやすい分かりやすい。確かに軽井沢は行ってみたいなって なります。なる。軽井沢いいですね。あれ、キャメロンハイランドってどんぐらいでしたっけ、マレーシアから、アクアラルンプールから。アクアラルンプールから大体バスで5時間、6時間ぐらいで行けるので、全然。はい、そうなんだ。じゃ全然行けますね、本当に。全然もう。うんうん。いいですね。であとはご飯がめちゃくちゃ美味しい。これね、飯テロのイベントみたいになってしまい、もう本当に申し訳ない。本当そうでしたね。本当美味しそうなものたくさんだった。ご飯がもうめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひね、いろいろ調べておいてもらえればなと思います。グルメを楽しむなら絶対に一歩。うん。さっきのね、屋台がたくさんあるんですよね。そうですね、ナイトマーケットとかも出店がいっぱいあるので、もう、うわそこかしこで食が。いいですね。こうぜひ行ってみてください。屋台いいな、あれはいいな、夏行きたいな。はい。行きたいですね。4つ目、最後が多民族国家だから多文化を味わえる、中華系、インド系、マレー系、どのご飯も美味しいということで、この多民族国家っていうのがすごい魅力があるなと思っていて、僕は。これはいいですよね。はい。魅力のまとめでした。はい、じゃあちょっとミシコちゃんに、あ、ちょっともう一回チャットもらおうかな、これ。お、うん、ミシコちゃん話してる間に皆さんも、今のね、うんうん、まとめも踏まえて、トークで初めて知ったマレーシアと、マレーシアでやりたいこと、ぜひチャットの方に書き込んでいただければなと思います。たくさん書き込んでくれているんですけど、マレーシア行きたいって言葉、いいですね。嬉しい。うんうんうん。嬉しい、めちゃくちゃ。
今日の感想をちょっとみしこちゃんに聞いてみようかなと思うんですけど、みしこちゃんどうでした、はい、今日は聞いてみて、はい、はい、そうですね、私マレーシアのこと全然知らなくて、本当に東南アジアの島国ぐらいの、うん、そのぐらいのイメージしかなかったので今日すごいね、普段聞くことができないすごいニッチな部分、高原キャメロンハイランドとか初めて聞きましたし、全然イメージと違う場所とか、もういろんな人種がいるからこそ食べ物がいろんな種類があって楽しめる、屋台で楽しめるとか、今日知れたことがすごくたくさんあったので、もうベリスト絶対もう次旅行くならマレーシアだなってもう思ってます。わー、いやー嬉しいこれは平井くんのもう手柄なので、もう大丈夫です、間違いないありがとうございます。嬉しい、こちらこそ。マレーシアはいい言葉聞けましたね、最高です。いや行きたい本当に。はい、じゃあということで、時間になったということで、今日すごい早足で駆け回ったんですけれども、たくさんマレーシアの魅力まだまだあるので、ぜひマレーシア政府観光局の SNS の方をフォローしていただければなと思います。この下の QR コードに飛んでいただいて、 Twitter だったり Instagram だったり公式ブログだったり飛んでいただけると、幸いです。あとはハッシュタグバックパックエスター2021でも、つぶやいていただけるとありがたいです。はい、本日は、マレーシア政府観光局さんのスポンサードによってマレーシアの魅力をたくさんお話ししていきました。ゲストに来ていただいた、みしこちゃん、平井くん、今日はありがとうございました。参加してくれた皆さんもありがとうございました。バックパックエスターまだまだ続くので、これからも、楽しんで帰ってください。はい、ということで皆さんまたね、またね、バイバイ。